そひそ話は聞こえん耳に。いいえ、人がはしゃべってるような声は聞こえてない。おかしいな。あなたには何か聞こえてるんだね。じゃあそう今キュッて来た。うん、キュッて来たの聞こえた。パワースポットとしてはちょっと薄いし、神社としてもすげえ違うんだよな。本当にあのなんか民家の庭で撮影してるだけで俺、うん、親しみやすいと言うべきなのか。神殿って本当にこんだけの騒いでてもピーンと何かが張っとるものが見えるはずなんですよ。感じるんですよ僕。うんうんうん、全く感じないんですよ。いや本当に今日はねつまらない映像になっちゃいました。あれってことは写真の方もそんなに。いや写真は映像は動画はもう何とも言えない俺これ。これ、うん、動画に関しては。いやムイ君が感じたことない。これはもうあれやな、罰ゲームやなムイ君。罰ゲームで言ったら誰がここ行こうって言ったの。俺か。どうだっけ。あなただ。そうだよ。俺だよな。でもなんていうかその滋賀県の心霊スポットもいろいろいたじゃないですか、うん、肝試しに使えるのってここぐらいなイメージしかないんですよ。試しだったらまあ肝試しそうだな。ここあの要はライト1本で来れる場所って、うん、でも電気明るいもん、ね、うん、だからなんかその初心者にちょうどいいんじゃないかなっていうのは思う。そうそうそう。お邪魔しました。お探しいたしました。お邪魔しました。お待たせしました。こんな普通の神社初めて来た俺。本当に本当の意味。いや本当にねムイ君たちは感じないかもしれないけど、いいものも悪いものも集まってないっていうのすごいですね。でも神社で。そう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 。あのいいか悪いかはさておいて、どっちかのパワースポットになってるっていうのだったらあーって思うんだけど、うん、どっちでもないんでしょ。今まあ、適当に感じる程度にポンポンポンとポン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 って動物が飛ぶような影を感じたもんで今追ってみたんですけど、カメラのが鈍い。カメラのが鈍い。今ねここからポンちょっと気になったので影が見えたから。うんうんうん。うん、連写、2コマ連写でやってみたんだけど、暗くて背景まで映らんのかな。全然カメラがもう本当に押してももうなかなか前に木があっても映らない。あ、遅い。惜しかったな。これで本当不思議なようにもう感じないんですよ。本当になんかちょっと姿見せたら消えるみたいな感じなんだ。そうだね。神隠しに合ってるんだよな。最初動物かなと思ったのに動物にしては全然違ってたから。気配の質が。うん。動物の霊なのかな。ポンポンって消えるのは子供の霊とかにもあるんだけど動物にいいんだよ意外と。はい、皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもどうも。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れた。いえ全く。はっきり言っていつまでもおるような場所ではない。怖くてじゃなくて、時間の無駄。ああ本当になんか、うん、
いや僕もいろいろ、まあ、こうやってムイ君と2人で動画撮って神社とか行くんだけど、本当に何遍でも言うように神社に来たっていう気持ちがないんですよ。それっぽいなんか心霊的な気配を感じるのもなく、いや違う、本当に神殿って神殿のなんか体に感じるものが全く違う。本当チクチクしないのよ。うん、その、うん、なんかセンサーが反応しないと。こんだけ霊感少し、今日変な話、いつもやったら2とか3だけど4、5で上げたんだ。上げてもその神殿のそのパワーが感じないのよ。薄いのよ、すっげえ。ああ。うん。神様いるんかなっていうぐらい。張り詰めがないのよ。え、っていうかその普段より霊感を上げたってことは、なんか触発されて続いてくるようなやつがいるかもしれないけど、それもない。ない。え。本当に何か。そうやってパチプツンって言ってラッポンが聞こえるぐらいで。ああ。挑発してくるんかなと思ったけど、それもないんだよ。むしろおかしい神社だな、俺初めて見るこんなの。霊感を上げてなおつつきに来ないっていうことは、周りにマジで誰もいない感がある。そう、何もないっていうことだね。だからその俳優さんの親子っていうの、 T さん、うん、見た親子、うん、もう探してみたんだけど、あの大木邪魔だったよな、あれ、あれだと思うんだけどな、あれからだと思うんだけどな。木って生きてるじゃん。うんうんうん。木のそばに来るとさ、何か感じるとかってどんな人でも言うやん。まあマイナスイオンなりなんなり勝手にね、木のその、うんうん、影響はね、死んでる。緑の葉っぱ生やしてても死んでる。死んでる。なんて言って言っていいのかな。俺こんな神社初めて来た。すごいな。なんていうか、普段の想定だったら、うん、神社であなたが霊感上げたっていうのは多分ろくでもねえことになるなって思うんだけど、そうそのろくでもないことの前兆も正直ないわけじゃないですか。恋は多分これはあれだろう。声が聞こえるな、確かに。あ、今するんだじゃあ。ひそひそ、うん、ひそひそ話みたいな声が。会話の内容までは聞き取れない。うん。そういうひそひそ話って意外と出ないんだよな。ああ。嫌われてるってやつなんだろうけど。それはいいの、嫌われてるのは、幽霊から嫌われるのは。でもあの池の方のあれとかそういうなんていうの。親子以外の体験談の、体験談の親子以外のあれも全然いない。いない。どこ行ったんだ。だから自爆とかそういうのじゃねえな。本当に解説する場所がないの。なんだろう。本当にあのハンモックで寝とるような気分。穏やか。めちゃくちゃ脳みそ使わねえもん。でも晴れ、雨止んだってすごいね、俺ら。うん。あ、ライターあってて。もう一回。これじゃいかんのかな。フラス、もうライト消して。はい。もうさっきみたいにポンって落ちないんだよ。ちょっと待てか。ライトってあったらしいんだよ。タックライト、これフラッシュついとる。
フラッシュはついてるよ。多分あの向こう側の光とこっちの光が強すぎるんだろうな。うん、これが多分親子だと思うんだ。今オーブとして映ったんだけど、うん、ここにちょっとこの写真見れば分かるわ。ここに大きなやつとここに一つあるわ。これが多分2つ同じ木だと思う。同じ幽霊、同じ場所におるはずだ。なるほど。うん、あの体験談自体あれじゃ肝心は薄すぎる。あのあげないと霊感をもう映らないわ。いないな、畜生。今ここにおったんだけどな。これは難しい。ごめん、取りづれ。かっちゃんで取りづれって言われたらなかなか、なんていうの、よそのさ、うん、霊感強い人でもきついじゃない。やっぱし何回もあそこに、今度ムイ君が編集するとき、うんうん、だいたいここに同じ位置で同じ距離でおる。おこれが多分親子だと思う。じゃああの体験談自体は可能性としてはある。寝るときにチラッと見えて肩に、肩じゃねえ、背中に触れてきたのって。嘘ではないとは思うな。こうなると最初嘘だと思ってたもん。本当にここだよね、田村神社。うん、滋賀県の田村神社でってあるので、どうしようね、後で記事見てさ、違うわってなってたら俺ら内心変ってなる。いや、親子の例だとは思う、うん、こんだけ一緒におる距離感で保たれるのはそんないでさ、オーブとして。おー、ただじゃあ、なんていうの、弱すぎるってことは本当にあの体験談は偶然起きたものってこと。そんななんか、いや、その俳優さんがここだったらな。うんうんうん、だけど親子の霊を探すっていうのはもう本当難しいんやけど、うん、でもさっき、うん、感じたとこにシャッターを向けたんだけど、やっとこれはちょっと薄すぎるわ、ちょっと。あなたが霊感上げてなお薄いっていうんだから、よっぽどだな、正直。薄いな、すごいな。